このままお前を氷漬けにすれば、私を解放してくれたあのお方との約束を果たせる。もうエロさが2倍よね、5倍ぐらいか。さあ、橋野さんの声で。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ということで、今回もですね、ドラゴンクエスト11のスイッチ版の方の実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、1日ぐらい確か開くような気がします。実況動画が開いたと思うんですが、ちょっと風邪治ったんですけど、まだ喉がね、調子悪くて、笑うとね、ちょっと咳込んじゃう、むせちゃうような感じだったんで、ちょっとお見苦しいかなと思ってですね、やめましたということで、めちゃくちゃかっこよくないこれ。ちょっとね、笑うとちょっと出ちゃうんですよ。なので、まあちょっとね、ぼちぼちと、なんと虹色が、本当にこの時間オーブがあるようだ。これさ、え？めめめ、言っていいのかな？クレイモランチョコを抜けて、シケスビア雪原の先の森はいいんだよね。あれ？毎回出んのか、あれ。先に取ってこいとかじゃないよね。でもね、声はね、出るようになった。あー、ヨッチがいる。声はね、出るようになったんで、ただね、笑えないっていう謎の謎がちょっとむせちゃうんだよね。気をつけていけよ。雪原には口から吹雪を吐く魔物もいるって、あー、思い出しました。そうなんですよ。待った、寝てくればよかったかな。待った、作戦ね、入れ替え、神でマルティナシルビア、これでいこう。うん、これでいい、これでいい。で、多分マルティナがね、あ、待った、マルティナがさ、いや、来ましたね、槍スキル。なんだっけ、ズカ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 みたいなないの？オッケー。サミダレつけ来ました。18! あと2です。いきましょう。あと2で、ここでね、そうなんですよ。例のデルカダールの英雄さんが確か出てくるんじゃなかったっけ？出てきたよね。確か出てきましたが、戦うんですが、なんかの、ヨッチ族が、あ、びっくりした。ヨッチ族かと思ったら違う。ヨッチ族でもない。まもな、あー、待って、あ、ももちゃんがいる。めちゃめちゃ可愛くない？あれ、ももちゃん、あれ、ごめん、ちょっといろんな作品やってるか忘れたけど、え、今回初めてだっけ？ももちゃん、初めてなんですか？ MP 使うな、でいいでしょう。戦います。いきます。48。いや、ちょっと強いのかな？お、全員、青くなっとんね。いいダメージは入るね。雑魚戦には。いや、強い？ももちゃん、めちゃめちゃ可愛いんだけど。ももちゃん、可愛すぎない？めちゃめちゃ可愛いんだが。でー、どっちが本体なんだろうね。中に入ってる、あれなんだろう、スライムなのかな、これ中入ってるの。26、いまいちだな、壁がまだ壁がちょっと、なんかでもなんか出た、不思議な火だね、火だねか、不思議。待って、装備が、壁がね、まだ確か弱いんだよね。鋼の、じゃあ防御が低すぎんだよ。守備力が75、相当低いね。まあ装備がね、雑魚なんだよ俺の装備が。ちょっとマルチナの槍もこれだし、まあ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 いいでしょう。まあいいよ、行こう。さあ、どっちに行くんだろうか。シケスピアなんちゃらかんちゃら。ももちゃん超可愛くない？ちょ、白もも、うちの白ももちゃん可愛い。スノーベビーって言うんだ。へえ、なんだ、スノーベビーだって。めちゃめちゃ可愛いじゃん。俺知らなかった、こんなのがいるんだね。スノーベビーめちゃめちゃ可愛いんだけど。可愛い。ちょっとお供にどうすか、お供に。追加コンテンツじゃないけど、1000円ぐらいのコンテンツで後ろから連れて歩けるんだったら絶対買うんだけど。絶対買うんだけど。1000円は出します。2000円は考えるかな。1500円ならギリだ。あ、また。なんか覚えた？待って。作成。スキルパネル。青さん、ついに、来た。やっとこれ変えれるんじゃないの。はやぶさ切り来た。本当はここに行きたいんだけどね。会心率3パー。いや、待って。ギガスラッシュ来ました。おなしゃっす来ました、おめでとうございます。やっと来なすったわ。これなんだろうね。なんだったっけ、なんかすごいやつでね。真剣。なんですか、2頭の心得か。なるほど。これだな。もうここら辺は先に行くべきだね。もう2頭、縦いらん。縦は。縦いったっけ。結局さ、俺プレステの方のデータにみんな二刀流で戦ったっけ、なんかみんな二刀流で戦ってなかったっけ、忘れてしまったんだ。ちょっと今回見に行くか、全部見に行くのも。いや違う、こっちで最強。いや、まあどっちでもこっちで最強。神の MP ってだから必要だったっけ。
なんかスライムブローだかなんだか。お、ヨンジさんいいね、強いね、いいね。ガンガン行こうって言っていろいろしようじゃないでしょうか。どうする、それは見てて楽しいよね。いろんなの使ってほしいっちゃ使ってほしいよね。50、サミダレ付きがもうちょっとでマルティナの、やっとボス戦でね大ダメージが出せるになったんじゃねっていうのが出てくると思うんだ。39、いいね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 、いい感じいい感じちょっと、あー声が出せるって、ローが上がったね。声が出せるってこんな嬉しいことなんですね。待って、作戦待った、どうしようかな。シルビアとかあんまないもんね。いや待った、いいや、行こう。こっちじゃない、こっちが先か。でもなんかさ、これ左の上の方にさ、スノーベビーめちゃめちゃ可愛いじゃん。そうだよね、モモモモって言って初めて可愛いなと思っただけで、初めてやった時には何の敵の名前なんか全然気にしなかったもんね。ひどいもんだよほんと。あれ、これマップエリアチェンジある？あるね、マップのエリアチェンジがある。ずかずか、黄金の手綱、生まれずに参加する有利に、黄金の手綱ってなんだ、あんまり聞き覚えがないんですが、ほぼ満タン系。さーてと、どこに向かえば、ミルレアン、あー待った、あったな、ゼーラ、いや待った、なんか図書館ってあれいつ行くんだっけ。あ、もう、あーここ見える、あーこっから図書館ってあんな神秘的に見えるんだ。全然超感動なんだけど、作戦替え、ちょっといろいろやろうぜ、しようぜ、やるぞ。見てて楽しくないじゃん、不思議な踊りがなんかあった。いや、おお全体的に奪っていくのか。風ちゃん、風ちゃん、オッケー、いろんな声来たよね。で神なんか使ってほしいんだけど、よし、わーおだって通常攻撃効かなかった。ちょっとじゃないの、マルティナだけちょっと早く衣装チェンジしたよね。勝ちよ。まあ前も言いましたけど、一周回ってこの初期が一番エロいっていう、一番グッてくるっていうのはあるんですが、あそこさ、あそこなんかなんだっけな、ここなんかあったんだよ、それはなんかあるだろう。待ってほしい、ここさ、なんかさ、なんかベビー、なんか倒すんだよ、なんか後々くんだっけな。まあ、ミルレアンの森を探しているのが、森ならここから北に行ったところです。しかしあの森に向かうとは何の用があるか知らんが、危険な場所とか気をつけることだ。なんか気をつけろだって。寝られる、いや寝れ、人の人んちのベッドで勝手に寝ていくスタイル、人んちのベッドで、あの人どうしてるんだろうか。ありがとうございます。なんだ、もっとガンガン行こうぜでもいいのかな、いいのか良かったのだろうか。まあいいや、で持って行きます。でこっちか、いやもうなんかさ、全然喋れるっていうだけでこんなに、いや楽しいんだけど余計楽しくなるよね。あーこんな緑の葉っぱとかこんな綺麗に、あの全然知らなかった、こんな世界が美しいなんて僕は知らなかったよ、この世界のイレブン。そうだ、3日駆け抜けたからね。3日、さあ来た、ここか、なんか教会みたいなのもあるな。さあ来た、お前のような一般人がこんなところで何をしているのか、悪魔の子が、私、あれなんかあっちにいるな、なんか危ないから早く森を出た方がいいぞ。私は連絡が取れなくなったクレイモランの状況を探るためにデルカタールから派遣されたんだ。この森にはクレイモランを効率的にした魔女と手下の魔獣がいるらしい。これで魔獣がちょっといろいろあるんですよ。あーなんだ、リリパッドの強化版みたいなの強えんかな、お前強いんか。アローインプ、上位、リリパッドの上位種みたいにいるんだね。おーかっこいいじゃねえか、星ドラのサミダレ流星群みたいな かっこよさが。なんか使ってくん、使える技がないのか、そもそも。いや大丈夫、そろそろ、いや強いね、終わったな、終わったな。いいね、マルティナのモデルたちたまらんのだが、たまらんのだが、いやハヤブサの剣いいね、いいね、ハヤブサの剣めちゃめちゃ良くない、超かっこいい。寝たの、寝た、なんか知らんけど起きない。お目覚めの時間だ、ダメだ、かっけえ、お目覚めの時間だ、だお目覚めの時間無理だな、俺やだ。でーい、シルビアの声だってんだけど、でーい、だだだだ、命中率低いの、いやん、これかっこいいね、はみだれ流星群的なやつ。一匹死んだ、もう一匹
ザメハみんな唱えるザメハ。これやっとかないと。59、オッケー。俺多分なんだろうな、ガンガン行こうぜとかあんま使わなかったと思うんだよね。多分連打してたんだと思う。あーそこにキラキラはあるが、こっちから回っていくのか。多分ね、MP 使うなでをずっとやってたような気がするんだよね。この目のクレイモラン、あー待った、あれなのか。でもこのな超怪が、俺の方がでかか、あ俺の方がでかかったんだ。へえ、あマルテの方がちっちゃいんだ。待った、どっちだ、待って、やべ、尻尾が正解されても思ってなかった。メイジボボンちゃんたちが現れた。 OK、 行こう、行きます。メス6と6か。くらいなさい。バギー強いよね、だんだん強くなってきたよね。ほう、最初だんだんバギーって強くなってない。呪文がある程度強くなったんか。ナヤがね、勝ちよ勝ちよ。またちょっと待って、マルティナさん、ちょっとマルティナさんはどうないか。これいけないのか、こっちか。マルティナのサミダリ蹴りが早く、サミダリ突きを早く見たい。マルティナさんの、待って、なんかいる。どうしたお前、泣いてんのか。寒いよな、うさむ吹雪の中歩いてたら仲間のみんなとはぐれてしまったんだ。魔女と鉢合わせする前に合流しないと。そっか、大変だなお前も。仕事だもんな、仕方ねえよな。逃げたらな、なんか白状者とか言われるし、大変だよなあいつも。お金もらってるから大変だよな。いきます、ラリフォーマ、ラリフォーマ。さあなんかなんとかマとかザラキーマもそうだけど、マを見るとマっていう見るとさ、マルティナさん思い出すんだけど、病気かな俺。なんかあいつの顔を、あのなんか切っ先の細い剣でなんか戦ってたし、なんかお、みんな寝てんのかい。ちょやめてやめて、23。いいねいいね、早く二刀流で、ちょっと二刀流がいいね。ザカ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 っていう、おお滑っていく滑っていく。今よう当たらんかったなあれ。いいね、オッケー。なんかさ、ボイス付きがあるとさあ、ここ喋っちゃいけないのかなとか、喋らないちょっと静かにしようかなって緩急がいるんだけどさ、こうやってさ、ボイスも何もなくてずっとこうやってやってるとさ、なんか普通に周り通りやってきたようなスタイルとかずっと喋れるっていう、あのボイス付きのやつ全然いいんだけど、あ、いや、いつ喋って、今喋った方がいいかなとか今日気にしながらやってるからさ。かっこいい、かっこ見た今、3回ボケするんだっけ、仲間呼んだ。こういう感じだとずっと喋って、どうでもいいことずっと喋って、俺ずっと喋ってんだな、こうやってびっくりしたわ。はーい、すげえな、俺ずっと喋ってんだな。最近ほらなんてムービーシーン多いと全然喋んなかったからだけどさ、ムービーシーンなかったら俺ひたすら喋ってるのね。お、病気か、ちょっと。よーっしゃ来た、よーっしゃ来た、オッケー。あ、待って、いいやな、もうそれも、まあいいや、もうごめん。やった来た、ついにうちのお姫様が、さあ来ました、サミダレ付き攻撃プラス10、これも欲しいですが、まあこれでいいでしょう。行きます、よっしゃ、4回攻撃、これでバイカルツかなんかね。ちょっと待った、他なんか MP があるのか、ここら辺格闘なんだよね。まあまあ後々から、まあ振り分けできるからまあいいんだけど、こっちか、おいのけ、どうしよっかな。なんか爪もかっこいいのあるんだけど、まあまあ一旦これでいいでしょう。よっしゃ来た、ちょレベル上げながら行こうぜ。これパシーンたら切るのいいね、やっぱさ、ハヤブサの剣いいな、早く二刀流したい。おお、めっちゃ何、サミダレ突きみたいな、何うち、サミダレ打ちみたいな、なんかめちゃめちゃ強いなこいつら。きたー、めちゃめちゃ強い、めちゃくちゃ強いじゃないか、見た、めちゃくちゃ強いじゃん。終わったな、アローインプめちゃめちゃ強いじゃん。カメが26になった、現在3ポイント。いいえ大丈夫です、カメもやっぱなんかやっぱ強いからな、カメ。オッケー、こっち行って、なんかいる、あーちょっと強い上官的なやつが出てきたね。クレイモラーの効率系を解くため、遠路はるばるデルハタールから森にいる魔女を倒しに来たんだ。だがこの吹雪で体調を見失ってしまった。バカかよ、バカかよ、隊長の屈強な人物なのだが寒さが苦手でな。あいつあれなのか、あの英雄寒さに苦手でした。なんで貴族の俺がこんな辺境の人に来なくちゃいけないんだ。やっぱり軍に入ったのは間違いだったんだぜ。無理でて親父の背をかじってれば今頃ソルティコのビーチに行って女の子たちの、確かにかじれるものはかじっとけ、なんでもそりゃそうだ、かじれるものかじっとかな。魔物の群れが現れた、さあ行きます、戦います。
20、いやー待って、おー、スライムブロー、なるほど、こういう時のために役立つんだな。めったに使わねえと、もう二度と使う、いや一回も使うことねえと思ったけど、なるほど、こういう時に使うんだな。ヒップアタック61、サミダレ付き見たかったんだけど、寝る、これ結構寝かしくんだよ。 OK、 終わった。魔物の群れを、魔物753、ベロニカ28になった。これガンガン行こうぜ、でも結構いい、よろしいかもしれんね。待って、その前に宝箱とかないのかな。ほぼ満タン、オッケー。宝箱、待った、こっち、いや、あったね、あったね、オッケー。お前ら敵じゃないよな。なんか可愛いの、なんかいる。お前敵じゃないのか、なんだこのノウサギみたいな、雪ウサギの楽園は。なんだここで、なんかめっちゃでっけえやつ出てきて面白い、ドガーンっつって。そういうのはないのか。あ、ちゃ、なんか来た。何ですか。素早さの種を手に入れた。種全然使ってないね。まあまあ、いつずれ最後にいつか使う日が来るのかもしんや。こっち行ってみようか。上なんだよね多分ね。こっち行ってなんかあるな。違うな、入り方が違うな。あれどうやって行くんだあそこ。あ、ここ、あれ、ここ近道ってわけではないのか。オーケー、よし、レベル上げていこう。レベル上げていこう。レベル上げ。驚きとも待ってる、ごめん、お前たちは戦う気がなかったんだな。86、めちゃめちゃ強いじゃん。オッケー、さあ、いくつ入りますか。一回一回さ、決めのポーズ取るのもちょっとなんか笑えてこないじゃん。なんか最初かっこいいなと思ったけど、毎回やってんのかこいつらっていう。こうさあ、なんかいる。どこかで、どこかで見たような、あるような、ないような、あるような、ないような、うん、思い出せない。まあいいか、い今そんな、まあよくねえわ。悪魔の子だっつーの、悪魔の子だっつーの。レシピック、プラチナ来たー。盾目録プラチナ、また他になんかありそうだな。ちょ待った、カミューヌがさ、盗賊の花、ここのエリアのやつね。まだ1個の宝箱があるということなんですが、まあいいや。ちょっと見た目変更装備早く欲しいね。もっとちょっとマルチナをもうちょっとどうないかしたい。よし、 OK。 星のかけらめちゃめちゃかっ、さあなんだっけこいつ、ベホマラ使ってくんだよね。そうそうそう、思い出した。あ、なんかちょっと色違いが一人いんだけど、いあの色違いはなんかあるのかな。オークたちが現れた。強いね。 ただ MP がどんどんなくなっていく。57、めちゃめちゃザゴじゃねえか。こんなものかしら。やめて、ちょっと青さんが MP がなんか来た。薬草か。いやー、宝箱、おー、これで終わりか。じゃあ来た賢者の聖水。あれ、賢者の聖水ってなんだ、あれか、多分めっちゃ回復してくれるとか。青いのなんだろう。おめあんなんだ。オークキングか。ベホマラ捕らえんのかな。うわー、サミダレ付き、よっしゃ。あれ、ブーメランってさ、いやー、サミダレ返し、かっけえ。マルニラタン超かっこよくない。おい、いいね、いいね、それもかっこいいね。めちゃめちゃかっこいいじゃないか。ちょっとセーニャベホイム覚えた。ベホイム覚えた、ナイス、ありがとうございます。さあ、あそこになんかがある。あそこに何かがありますが、こっちどっち行けんだ。宝石かなんかのどっから出てきた、そのブラ、お、プラチナだ、マジか。ちょ、プラチナ鉱石欲しい。プラチナのオークキング、まあちょっと倒していかないとね。少しちょっと皆さん、もしなんかほんと久々になんかずっと喋ってないこれ。ちょっとなんだ、ちょっと待ってほしい。おお、死にかけてーら、待って、いやーやばい、ちょっと待ってほしい。まあいいでしょう、1回ぐらい死んでも。ちょっと待って、待って、1回ぐらい死んでもじゃないんだよ。まあ仕方ない、バーギー、ナイス、行きますか。もう行くしかないよね。まあ大丈夫でしょう、デフォルやる。いやー強いね、遅いわー。誰かちょっと青さん回復してくんない。獣って、獣って、そうか、そうか、読んで字のごとく獣にしか与えられ、つき方がどうなんだ。真の僧でも貫くかのごとく、真っ先に心臓、待った、待って、あ、青さん生きてんじゃん、ほぼ満タン、さすが勇者。あれ、青さん生き返んだね。そっか、そういうことか。さあ、セーブポイントがありますが、まあいいでしょう。で、こっち行って、ここが、太鼓は？あー、オッケー。なんだよ、もう全然、大丈夫です。なんだ、まあ、ここちょっとボス戦が控えてるんですよ、多分。きたー。
来ますよ、英雄が。こんなんだったか、こんなんだったか、俺ら。サラサラ、風がなくてもこんなサラサラしてるの、いつもね。あ、いつの間にかみんながいなくなって、どういうこと。仲間たちだ、嘘でしょ。一本道だったろうが、一本道だったろうが、いや、いない。出れんのかな、出れんのかな。いや違う、出ちゃダメなのか。出れないのか。え、待って、装備満タン、 OK、 大丈夫大丈夫、もう覚えたから。こんなんだったっけ、こんなんでしたっけ、もう忘れてえら。はい、こっち行きます。さあ来た、これボス戦だよね多分ね、そういうことだよね。来たー、来ますよ。喋った喋った、吐息だけど喋った。ムハハムハハムハハ、めちゃめちゃうまくねこれ。あー出た英雄、小五郎のおじさん、小五郎のおじさんがいる。超かっけえ。虎でさ、さあデルカタールの剣のあの天下無双だかっていうか、あれスキル持ってないんで全然関係ないけど、関係ないんだけど、この小五郎のおじさんが当てるこしするんじゃない、これ。寒さに弱いのか。お前は悪魔の子。なんか心のおじさんがやってそうじゃないこれね。この声もこもこ言ってるけど、そっか弱いのか寒さに。俺としたことが、これ多分鎧がキッキンに冷えてんだと思うよ。そういうことだろ、だから冷たいんだろ、バカかよ。あ、ま、待って、ちょっと待って、バッテリーが少なくなってます、ごめんなさい、すいません。よし、ギラごめん、電池切れそうになった。ムンババが現れた。ごめん、電池が切れ、ごめんなさい、すいませんでした。突然コントローラーの電池が切れそうになるっていう、まあいいや。最後さあ作戦はミーね、いろいろやろうぜじゃなくて、作戦変えなきゃいけないのか。オッケー、眠って戦う、誤って44、結構食らうな呪文。さあ何をするか、ラリホー聞くんだろうか。こういうのって案外ラリホーとか聞くんじゃねっていう、聞かないかな、一回言ってみ。3だからいいでしょ、行こう行こう行こう、案外ねんじゃねっていう。寝た寝た寝た、はぶさぎりめっちゃ可愛いじゃん。起きるのか、起きたら意味ないよね。やめて、めっちゃなんか泣けてきた、なんかこれ絶対心のおじさんだよね。絶対そうだよね、絶対やってそうじゃない。また寝て、もう攻撃したら起きるんだっけ。もう一回やってみて、お願いします。寝た。よしよしよし。これをやりながら、わかったわかった。回復するわけよ。こういうことこういうこと。そう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 。で一旦寝かせといて、危なくなったら、ただ何かなんかさ、強いのないのかな。特技。ドラゴン斬り、火炎斬り。いやまあこれいいや。行こう。起きますな。起きてやばくなったら寝かすよ。オッケー。オラウータンがうんこ投げつけてくるからごとく、なんか何かしなんか投げてくるようなスタイルだから、ムーンバムさん、いいねいいね、怖いね。でここら辺で、いやームフォボダンスなんですか、何回こう強くなってくるの。守備力が少し下がった、ただ強くはなって、2かやばい、ちょっと寝かさない、ちょっと怖いんだけど、ちょっと怖くね、これ寝かせます。耐久みたいなの狙いのか、やばいな、そろそろ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっとやばくね、ちょっと今思ったんだけど、やばい、ゴテゴテになってるような気がする。ハブセキロケいいね、600122か、合わせて、やめてやめて、怖い怖い、ちょっと強くねそれ。守備力は下がっていくのか、オッケーオッケー、守備力が下がるのはありがたい。よっしゃ、いいよいいよ、93、ナイス、いいね。身の守り開始率全部上がりました。デイノが強いとかないよね。まあ下がってるから、いいねいいねいいね、38、いいよ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 、やめて、うおいおい、レホビー、まあいいし、まあまあまあいいでしょ、待って、やめてほしい、やめてほしい、行くよ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 、強いね強いね。いや、ここに来て早草切り覚えたらめちゃめちゃでかくない、やめてほしい、やばい強い、やばい、ちょっと待って、よし、
まあこっちのが先手取れるからいいよね。素早さ言ってたらやばかったよね。戻ったが終わりでしょう。終わらせてやるよ。 OK、 終わらない。落ちそう。待って、危なくない。ちょっと待って、うぜえうぜえな。血を煽ってくんだけど、こいつめちゃめちゃ煽ってくんだけど。ベロリロリンってちょっと暴走してくんないですか。OK、 大丈夫。ちょっとこっちの方が、OK、いいね、ナイス。倒しちゃう。これじゃあ忘れた。すっかり忘れてました。ムンババさん、まあいいでしょう。サオさんだけど、他のやつ新しい呪文覚えた。何覚えた。ザオラル、やっと来た。ザオラル、いえ、いや、また振ってみようか。4かないわ。4はねえわ。めちゃめちゃうまくないこれ。俺でできねえこれ。ずいぶん手こずらせてくれたな、魔女の手先め。バカかお前。いやえ、完全に死んでしまうの。いやなんかが出た。次は貴様だ、悪魔の子よ。何もしてないやないか。今度こそ逃がさん。お前ええとこだけ取ってきて、何が次は貴様だ。お前ふざけんじゃねえよ。どういう、なんですか。なんだなんだなんだ、超かっけえ。なんだこれは。え、氷だわ。いや、そりゃ氷だわ。来たー、捕まえたわ。来たー、英雄グレイグ。かっこいい、超いい声だね。好きだわ。さあ来た、氷の魔女。この氷は貴様が。このままお前を氷漬けにすれば、私を解放してくれたあのお方との約束を果たせる。もうエロさが2倍よね。5倍ぐらいか。さあ、橋野さんの声で。来たあの方と同じペンダント、これで私たちお揃いだわ。いや、めちゃめちゃ良くない。なんだ、やばい、惹かれている。ちょっとマルティナとちょっと英雄と呼ばれた男も開けないものね。二人仲良く永遠に凍るがいい。さすがいわ。さすが、さすが後ろベロちゃん、超かっこよくね。どこに行ったんでしょうか。どこに行ったんでしょうか。なぜ現れたのか。めちゃめちゃいいね。グレイグ、救援に来たのはお主らデルカダールの兵だったのだな。どうしたグレイグ、わしらを捕まえるのではないのか。貴様らを捕らえる前にやるべきことができた、それだけだ。冷たいんだよそれ。もうちょっと防寒着着てこいよ。そりゃあれ、俺倒れんのか。あ、寒さで。魔女にやられたようね。体が冷え切っているわ。いや、あなたも相当だと思うんだが。あ、そういえばここに来る途中で小屋を見かけたわ。そこで休ませましょう。さあどうなる。目が覚めて、めちゃめちゃいい人だよここの家の人。いいね、沢城さん、いいね、素晴らしいね。声だけで魅力がや半端ないよね。これで戻ればいいだけか。来た、みんな外にいるのかな。さあということで、さあ氷の魔女登場ということで、いやこれまた楽しみにしてたキャラクターだけになって、やっぱ沢城さんなんだね。ということで今回はこの辺で終わります。よろしくチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それでは皆さん